では早速始めていきたいと思うんですけど、実は今日僕ギターしか持ってきてないんです。で、先ほどですね道具を貸していただきました。まず借りたのがですね、ドライバー、あとレンチ、あとこちら、実は通常ネックを外すときっていうのは弦を外さなくちゃいけないらしいんですけど、なんとカポを使うと弦を外さずにそのまんま使えるそうです。こんな裏技が聞けるのもここならではかもしれないですね。では早速やっていきたいと思います。まずは弦を緩める。さっき切った通り、まずはカポを取って、そしたら、ここに穴をドリルで穴を開けなきゃいけない。ギターを下振りしないようにして、今日は紙のまずレジケーションを作りたいと思います。下の紙が作りたいと思います。すいません、これってどれぐらい回したらいいとかっていう加減ってありますか？加減ですか、はい、加減は少しずつ回して様子を反り具合によって、はい、回しっていうは調整する感じですけど、さっき順反りだったんですけど、これどっち回しとかっていうのがあるんですか？順反りの時は時計回りに締める方向で、あとこっち側でいいですかね、はい、少しずつ半回転ぐらいですか？半回転は行き過ぎです。8分の1回転ぐらいとか、もうちょっと力を入れて回るぐらい。印に刺してみたらいい。じゃあもうこれぐらいで十分ってことなんですか？もう気持ち回してもいい。そう、うん、これぐらい。はい。はい、ここからこれが正しくできたかどうかっていうのはどのように見られるんですか？もう一回セットして、セットして確認、チューニングして確認する。あとはその繰り返しですね。なるほど。